株式会社は、新潟県で北北線を運営する第三セクター方式の鉄道会社である。本社は、新潟県南魚沼市六6日町2902番地1に所在する。設立、建設の経緯については、北越急行北北線歴史を参照、国鉄再建法により工事が中断されていた北越北線の工事を引き受けるべく、 1984年8月30日に設立された。この北越北線は、非電化の地方ローカル線となる見込みであったが、もともと優等列車の運転を想定して高い規格で建設されていたこともあり、1989年5月31日に電化、高速化の計画変更がなされ、1997年3月22日に北北線として開業した。 なお、会社設立から開業まで13年を要しているが、これは、鍋立山トンネルをはじめとする工事の遅延や、高速化工事の実施によるものである。開業以来、2014年度まで、東京対北陸の広域輸送を担ってきた特急、白鷹が通過していたことにより、10日間しか営業していなかった、初年度を除いて、毎年数億円の黒字となっており、 収益率についても2001年度の営業係数は73.0%と、第3セクター鉄道トップの座を守ってきた。しかし、北陸新幹線金沢延伸により特急、白鷹が廃止されると、もともと収益全体の9割が特急による収益で、普通列車の収益は全体の1割にも満たなかったことから、2015年度以降、赤字に転落している。 ただし、開通当初から赤字に転落することを見越して、過去の収益を溜め込んでおり、白鷹廃止から4年後の2019年3月期においても、なお純資産額は約112億円に上る。その純資産の大半は債券などの有価証券として、約93億円を保有し、 的確機関投資家としての資産運用により、約1億8000万円の利息収益を上げ、赤字幅縮小に寄与している。現在は、地域密着型のローカル線として、地域輸送を主に行っているが、超快速、スノーラビットの運転など、高規格な路線を活かした、速達列車や、シアター列車、夢空などのイベント列車による遊客を積極的に実施している。 詳細については、北越急行北北線歴史を参照2019年10月1日現在。大人普通旅客運賃大人特急料金、大人急行料金、大人座席指定料金グリーン料金、寝台料金、乗車券や特急券については通過連絡の扱いがされており、白高で北北線を挟んで、越後湯沢と名越、北陸方面を乗車する場合、 6日町及び、埼方までの JR 線のキロ数によって算出された、運賃、料金に6日町埼方間の北北線運賃、料金を足した額となる。なお、上越新幹線の越後湯沢駅で、新幹線列車と白鷹を乗り換える場合の JR 分の特急料金については、新幹線の乗り継ぎ割引の対象となっていた。なお、東京、大宮方面から、 北陸方面への往復については、上越新幹線や、白鷹が利用できる特別企画乗車券、北陸フリー乗車券が、JR 東日本から通年で発売されていたが、北北線内を含むフリーエリア以外での途中下車は、できない。他の JR の特別企画乗車券でも、週末パスや三連休東日本、函館パス、越後ーデーパスなど、 北北線に乗車可能なものがある。開業から1年後、電車で Go シリーズに北北線全区間及び乗り入れ区間が収録された。この他に模型や玩具など多数の商品化が行われている。戦術の通り、2014年度以前の北越急行の収益中、普通列車の収益は全体の1割にも満たないことから、北陸新幹線開業に備えて、 利益を赤字補填用に蓄え、2013年3月31日時点で約92億円の乗用金を持った状態で2015年3月14日の北陸新幹線金沢開業を迎えた。当面は内部留保を切り崩しながら30年は営業できる見通しである。新たな収入源として夜間の一部定期普通列車の6日、超駅裏側駅間にて、 宅配便の荷物を輸送する、いわゆる、価格混載を行うことで、佐川急便と合意した。2017年春のダイヤ改正以降、適切な停車時間を設定した夜間の列車で、本格的な運用を開始する予定としていた。2016年11月に試験運行を行い、2017年4月18日より、荷物輸送を開始した。当面は平日のみの取り扱いで、 越後湯沢駅19時53分発と、直越駅20時44分発の一往復を対象に列車の車内の一部にスペースを設けて、荷物搭載用カーゴを搭載し、宅配荷物を運ぶ。荷物輸送はいずれも途中の6日、町駅裏側原駅間のみで、6日待ち裏側原両駅の停車時間は、所定ダイヤで3分を確保して、トラックと列車間の積み替えに対応させている。 ありがとうございます。